これより第2部、宇山拓栄先生のご講演に移ります。皆さんよくご存知だとは思いますけれども、宇山先生のご略歴を紹介いたします。1975年、大阪生まれでいらっしゃいます。慶応技術大学経済学部ご卒業、代々木ゼミナール世界史講師を務められ、著作家でいらっしゃいます。テレビ、ラジオ、雑誌、ネットなど各メディアで時事問題を歴史の視点で分かりやすく解説なさっておられます。最近では、講談社から民族と文明で読み解く大アジア史を上司なさいました。今こちらに一冊だけあるんですけど、こちらの本が最近の近所でございます。それでは宇山先生、よろしくお願いいたします。演題は、日本の皇室はなぜ世界の大きさからコートバルーンの発です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。著作家の宇山拓栄でございます。本日は休日のお忙しいところにも関わりませず、これほど多くの方々にご参加いただきましたこと、まずもって御礼を申し上げます。そして連合会の事務局の皆様方に今講座を開催していただきましたこと、改めて御礼を申し上げるものでございます。本来ならば、私のような若輩者が諸先輩方を前にして物を言わせていただくような立場のものでは決してございませんけれども、本日はご指名ということでございますので、約ですね1時間ばかり私の方からお話をさせていただき、そして残りの30分程度の時間で皆様から質疑応答をいただきたいというように思います。まずはですね、この1時間やじを飛ばすことなくですね、私の話を聞いていただきたいと思います。と申しますのは、今日はですね、別に男系の方だけ限定してこのお呼びをしているわけではございません。広く門戸を開放して、中には自分は女系派なんだというふうに考えておられる方もおられると思うんですね。でそういう方からすれば、私の考え方は何言ってんだということでですね、お怒りになられることもあろうかと思いますが、まず私の話をですね聞いていただきたいわけです。そしてですね、その後質疑応答のところで反論をいただいて結構です。別に反論をですね封じようというつもりは全くございません。女系派の方はここから出ていけとかですね、そういうことを言うつもりも全くございませんしですね、大いに反対意見を唱えてくださって結構でございます。で長丁場が続いておりますので、ご気分の悪くなられた方いらっしゃいましたら、途中でご自由に入退室していただきまして構いません。今日初めて私とお会いするという方もたくさんいらっしゃいますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は1975年大阪生まれで大阪育ちでございます。大学を卒業してから予備校講師として世界史を高校生や浪人生たちに20年間教えてまいりました。で2015年にですね、統一地方選挙、今から7年前の選挙でございますが、私は大阪人でございます。維新がですね都構想を進めるということで、大阪市の廃止などは絶対にばかりならんということで、私は自民党の公認として大阪府議会から出馬をしたわけでございます。そのため一旦予備校を辞めまして退職して選挙に出たものの、まあ大阪は維新が強ございますから、私の区は一人区でございました。維新に敗北をいたしました。それから困ったわけなんです。どうやって飯を食っていこうか。予備校に戻ろうと思ってもですね、なかなか予備校にも戻らせてくれるところはありませんでした。一旦授業を放棄して、学生たちを放棄して選挙に出た身ということで、ブラックリストに載ってしまったんですね。で仕方がないから著作業ということを始めたわけです。私は歴史の教師ですから、歴史の本を書き始めた。まあこれがですね、まあ、幸いなことに多くの皆様からご支持をいただくことになって、この著作家というキャリアをスタートしたわけでございます。そして現在に至っております。
そもそもですね、この著作業を始めて、そして予備校の講師をしたところぐらいから、私はですね、この高等の問題ということに強く関心を持ち始めました。もともと若い頃から、学生の時代の頃から、この高等のことについて、天皇のことについて詳しく知っていたわけではありません。正直申し上げて、全くそういうことに対して意識もございませんでした。社会人になって初めてですね、この高等の素晴らしさということに気づいたわけであります。まあ、私は世界史の教師ですから、教科書の第1ページ目をめくると、あるいは資料集の1ページ目をめくると、その第1ページ目のところに図が載ってるんです。各国の王朝の流れ図ということで、大きな図がどこの教科書にも載っております。そして日本のところを見ると、日本だけが日本国という形でずっと今まで万世一系でつながってるわけです。その他の国々の王朝はくるくると変わっているのに、日本だけが万世一系で一本の線でつながっている。これは一体何なのだろうかということに対する強烈な疑問を、大変、申し訳ないですが、社会人になってから抱いたわけなんです。そこからこの天皇制の研究ということを個人的に始めました。で、今に至っているわけなんです。もともとはこういうことに興味を持ったわけではありません。で、今学校の中で天皇ということをほとんど教えません。これは日本史でもそうです。世界史でもそうです。政治経済の学科でもそうです。だから、こういうことに触れなくても、知らなくても、普通に社会人になっていくことができるんです。この天皇のありがたさ、皇室のありがたさということについて気づくことなく大人になってしまったという、私のような人間がたくさん日本には、国民にはいるというように思います。その人たちに、この高等の素晴らしさということを、大切さということを、やはりその訴えていかなければならない。これが私たちの会の仕事ではないかと思うわけなんです。今年の1月に NHK の世論調査がございました。私はこの世論調査を見て大変驚きました。旧皇族の男系男子を養子に迎えるという、この案について賛成ですか、反対ですかと、こう世論調査でアンケートで問うたわけです。そうすると、なんと賛成 41% に対して反対が 37% と出て、4% がこの男系の皇統を守るということに対し理解を示したわけなんです。私はこれは覚醒の感があるなと思いました。つい 2,3 年前までは女系派でも構わないんじゃないか、その容認をする声が圧倒的に多数だった。男系皇統何ですかそれは、とほとんどの国民が理解をしてなかったんです。しかし、その理解がだいぶ進んできた。これがですね、今年の1月に現れた数字だと思うんです。皆さん、日本人というのは言えば分かるんです。話せば分かるんです。これがどれだけ大切なことなのか、男女平等とか、その差別とか、そんなことじゃなくて、日本の伝統として守っていかなければならない、日本の国体の背骨になる大切なことなんだということをですね、日頃から地道に皆さんのような保守派の方々も訴えておられると思います。私だけではないと思います。皆さん訴えておられる、その成果ではないでしょうか。だいぶこの考え方が普及をしてきたということについてですね、私は大変嬉しく思うと同時に、決して油断することなく、今後もこういう訴えをしていかなければならない。で、もっともっとこの数字を、賛成というところの数字を増やしていくように努力をしなければならないと考えるわけなんです。こういう話をいたしますとですね、私保守の方からよく怒られるんです。
そんなもん世論なんて関係ないと、世の中の人間がどない思おうとね、関係ないんだと、口頭は口頭ですと、それはそれ自体で守っていかなきゃならないんだ。あ、それはその通りですよ。私もそう思いますよ。ところが実際世の中はそういう仕組みになってないんです。今この明治時代のような戦前のような点検体制と呼ばれるような状況ではありません。点検というのは皇室典範の点に憲法の憲と書きましてね、点検体制というんですが、これはですね、戦前までは皇室典範は憲法と同等の地位に置かれて、簡単にその法改正をすることができないという縛りがかけられていたわけです。ところが今現在はそういう点検体制という仕組みになってございません。皇室典範は憲法の会に置かれて、一般法と同じ扱いに置かれているわけなんです。つまりですね、政治家がその気になって明日でも女系天皇を認めようよということで法案を通せば、女系天皇 OK ということになっちゃうんです。事実として、いくら私たちが口頭の男系の大切さということを言ったところでですね、左翼政権がバッと選挙で当選をして政権が変わりました。政権が変わらなくてもですよ、例えば河野太郎氏のような女系容認のような総理大臣が出てくれば、もう次の日に皇室典範を変えられて女系容認ということになるんですよ。これはそれほどこの男系のシステムということ自体が、政治制度自体が脆いものであるということをまず私たちは認識をしなければならないと思うんです。それがですね、まるで金閣玉城のごとく絶対に動くはずがないなどというのは、これは私ははっきり言って幻想だと思います。今後10年20年左翼政権が出てくる、政権が変わる、また河野氏のようなこういう政治家が出てくる、その時に何が起こるのかということを考えるならば、私たちは国民運動をね、これを進めていかなければならないと思うわけなんです。草の根運動こそが大切だと。世論が男系を認めますというところに1ポイントでも 51% 1ポイントでも過半数を上回れば、政治家とて簡単にですね、女系に舵を切るなんてのことはできませんよ。政治というのはやっぱり世論に動かされるものなんです。今みたいにですね、女系容認派というのがこれだけ大きな声があればですね、そっちに持っていかれるということも十分あり得るんだという、この危機感を持ってですね、私たちはこの問題に取り組まなければならないというように思います。それから昨年の12月の22日に有識者会議の答申が出ました。私はこの答申を一旦は良かったと、まず男系の口頭に道を開いてくれる、道をつけてくれる、そういう答申が出た、良かったとまず私も思いました。ところがですね、今これもう1年経って間もなく、この12月になったら丸1年経とうとなるこの状況、何にも政治が動かないじゃないですか。何をしてるんですか一体政府は。有識者会議がこの12月に答申を出して、せめてですね、春ぐらいにはこうした動きが、法案化の動きというのが動くかなというふうに見えるかなと思ったんだけれども、全然この1年間動いてないというのは一体これどういうことなんでしょうか。岸田政権にそれがやる気がないからだと言われればそうかもしれませんが、じゃあなぜこれだけやる気がないのかと、なぜこれに取り組もうとしないのかということを考えてみれば、今私が申し上げるように、この世論の後押しが足らないという、国民の責任ということもあると思います。政治家だけを悪く言っていたのではこれは済まないと思います。やっぱり私たちもこれが大事というならば、運動をしてその世論の輪を広げていく、そして政治家の尻をですね、やらないんだったら叩かないといけないわけですよ。叩き続けなければならないというように私は考えております。
さて、この皆さんご案内の通り12月22日の昨年の有識者会議の内容でございますが、今皆様のお手元に資料があろうかと思います。これは私が作成をした、3枚の A4 のコピーの資料があると思いますが、ここにその報告書の内容を記載をさせていただきました。もう一度確認をいたしますとね、この丸の2が男系の高等に道を開く、そういう可能性もあるコシアンとなるわけです。まあ丸の2と3ですけどね、この丸の2を少し読み上げます。皇族には認められていない養子縁組を可能とし、高等に属する男系の男子を皇族とする、よく書いたと、よくやったと私はこれを見たときに思いました。ただですね、実はこの文には重大な問題もあるわけなんです。ある大事なことがこの丸の2の中に本来書き込まなければならないにもかかわらず、それが書き込まれていないんです。重大な欠陥が実はあるんです。皆さんこれはお気づきでしょうか。この付帯文に養子となって皇族になった人は皇位継承資格を持たないこととする、こう書かれてあるわけなんです。なるほど、これは大いに結構なことだと私も思います。世論の反発を考えてのことでしょう。いきなりそのような今一般人であるところの旧宮家の男系男子の方々が皇位継承資格まで持つということになれば、これは世論の反発がある、だからワンクッションを置こうということで、その人そのものには皇位継承資格を持たせませんよという有識者会議はこういう案を付帯文の中に盛り込んでるわけなんです。それはいいでしょう。私もバランスが取れてると思います。本来は私はその皇位継承資格を認めるべきだと思うけれども、しかしまあこれはこれで問題はですよ、問題はじゃあそのお子様はどうなるんですかと、旧宮家として皇籍復帰をしたその方から生まれてきた子供は、お子様は皇位継承資格を持つんですか持たないんですか、このことについて全くこの答申書は触れられていないんですよ。私はこれが重大な欠陥であるということを申し上げているんです。なぜならば旧宮家の方々がこの皇籍に復帰をしてくださるとするならば、これはですね、皇統をつなぐ、男系の皇統をつなぐというその目的のただ一点において皇籍に復帰をしてくださるはずなんです。で当然今まで一般人として、我々と同じように一般国民としてその方々は暮らしてこられました。その方々が自らのプライバシーを捨てて、一般人としての生活を全て捨てて、公の目にさらされて、そういう諸々の障害を万難を超えて、わざわざ旧皇族の方々が皇籍に復帰をしてくださるのはなぜなのか、それは男系の皇統をつなぐという理由があるのに、そのことがちゃんと法文化されていなければ、どうやってその旧宮家の方々はこれについてよしと言ってくださるでしょうか。私はまずですね、順序として法整備をきっちりと固めなさい、その上で旧宮家の方々に皇籍復帰のお願いをしなさい、それが私は手順だと思います。法文の段階で、法制化の段階でこのことがきっちりと明記をされなければ、男系の皇統をつなぐためにお子様の継承資格は、皇位の継承資格はしっかりと認めていきますよっていうことが法の中にしっかりと書き込まれなければ、何のためにですね、旧宮家の方が皇籍に復帰をするということになるんでしょうか。
私はまずその法整備をしなければならないと思っているんです。答申書の段階で今そこまで書けなかったとしても、法整備の段階では必ずこれをやらなければならない、そう思います。でさて、それが仮にできたとします。まあ、今のこの政権の運営の仕方でいうと、一体どこまでいつやってくれるのかというのはなかなか見えてこないんですが、まあ、仮にその法整備がちゃんと万全にできたとします。で、旧宮家の方々にお願いをするわけなんです。私たちがお願いをするわけなんです。今こういう高騰の危機だと、何とかして皇籍に復帰をしてくださらないかと。先ほどから何度も言うように、その方々は自分の人生を犠牲にされる、それでもやってほしいと、皇籍に復帰をしてほしい、そのお願いをするんです。誰がするんですか？それは宮内庁の役人がそんなことできますか？そんなことしたって何の重みもないんですよ。そのお願いができるのはただ一人ですよ。総理大臣しかいないじゃありませんか。総理大臣が膝を突き合わせて、膝を屈して3個の礼でもってお願いしますと最初は断れるでしょう。これ誰だってですね、今旧宮家の方々だって自分の生活人生がありますよ。あの KK 氏の問題で国民がわっと騒ぎました。ああいうこともあったら、スキャンダル騒ぎと、そういうことも恐れられるということはあるでしょう。旧宮家の方々だって人間です。私たちと同じ一般人です。その方々だってこういう功績に復旧するということに対してはよほどの覚悟が必要なんですよ。その覚悟をしていただくためには、総理大臣が何度も何度も参考の例を尽くしてお願いをするしかないじゃありませんか。それでも受けてくださらないという可能性が私はあろうかと思います。ただ私は個人的にはね、個人的にはこの旧宮家の方々は必ず引き受けてくださると思います。やっぱりそういう使命感を持って今でも生きてらっしゃる、私はそう信じております。参考の例を持って法整備をきちんと整えて口頭でつなぐことができる、そのことが担保されれば必ず動いてください。私はそのように確信をしておりますが、しかしそれでも動かなかった時にはどうするのか。実はですね、旧宮家の方々だけが男系男子の子孫ではございません。これは戦前から明治時代、そして江戸時代にまで遡れば、実はこの男系男子の皇統に属する方々は今この日本国内に100人以上はいらっしゃるという指摘もあるんですね。私は100人というものじゃないと思います。もっといらっしゃると思います。江戸時代まで遡ればね。そういった方々を早急にリストアップをして、その方々にもお願いをするということを私はしなければならないと思います。それほど大変なことなんです。さてですね、さらにこの有識者会議で非常に厄介なことが提起をされました。まあ、全体にいい流れではあったもののですね、非常に問題も大きなところが指摘をされたわけでございます。それはですね、一般国民の門地を理由に功績を復帰する行為というのは憲法違反であるという指摘が有識者会議でなされたという、この案件内があります。私はこの件を非常に重く見ております。皆様のお手元の資料のところ2ページ目になりますね。2ページ目の一番上のところの資格、工事の安定継承を目指す有識者会議第4回2021年5月の10日ここの部分ですが、憲法の第14条は皆さんご存知のように門地による差別を禁止しております。
旧宮家の功績復帰がこの門地による差別にあたるという指摘が東大京都大学名誉教授の大石誠氏、東京大学教授の宍戸常寿氏、この2名からございました。まあ、これはですね、以前から女系派が指摘をしていたことなんです。憲法違反に当たるぞと、一般国民であるところの旧宮家の方々をね、これを功績復帰にさせるというのは、これは門地による差別に当たると、門地によってそれを根拠にして行動をすることなんだと、憲法違反だぞということで、ずっと女系派からもこれは前々から言われてきたことなんです。で、今回ですね、この女系派の言っていることがまさにこの有識者会議で指摘をされて議事録に載っちゃったっていうことはね、これはですね、非常に頭が痛いんです。まあ、こういう話をするとですね、そんなもん憲法学者の言うことなんかほっとけという方もいらっしゃるんですよね。どうせ憲法学者なんて左翼しかいないんだっていう言い方をされる方おられると思うんですが、それでは済まないんですよ皆さん。やっぱり政府としましてはね、こういう政策の担当者としましては、こういう憲法違反という指摘が明確になされているのに、それを法整備として進めていくということには当然ハードルと障害があるわけなんです。そんなもん無視して進められるというわけにはいかないんですよ、政策の当局者といたしましてはね。で、この指摘をどう乗り越えていくのか、どう解消していくのか、私はこれは非常に難問だと思います。例えば前回こちらでもご講演をなさった桃地先生、桃地明国士舘大学特任教授、この桃地先生も有識者会議でこういう発言をなさっておられます。皇位継承権を潜在的に持つ旧宮家男子は一般国民と同じではない。私もそう思います。皆さんもそうお感じになられるでしょう。ところがこの私たちの理屈というものは、まあ一般的には法理的には通用いたしません。なぜならば旧宮家の方々は潜在的であろうが何であろうが一般国民というそういう身分であるということは、法的に見て間違いのない厳然たる事実であるからであります。それに潜在も健在も一番はないんです。法というのは厳然としてその目の前にあるものを認定する、それだけのことなんです。旧宮家の方が一般国民であることに変わりありません。その方々を門地を理由にして功績を復帰をさせるという行為は、私は残念ながら憲法違反に当たるのではないかという危惧を拭い去ることができません。どうしたらいいのか、これは非常に厄介なところを突かれてしまったなと、私はしまったというように思いました。よくですね、この有識者会議が、事務局がしっかりしてるからという、今回うまくいってるからという男系派のね方々のそういう、まあ、リークなんかも私もこの当時聞こえてきましたけれども、全然うまくいってないんですよ。これ見てたらこういう人たちを呼んでるんですよ。で、こういうこと言わしてんですよ。そしてこれがね、政府が男系男子を進めていくことができないということのエキスキューズに、言い訳に使われちゃうんですよ。これが、私は、まあ、この問題を解消するための方法論としましてはね、政権が、総理が、これを断行すると、こういうその違憲ということを指摘をされながらも、しかし政治判断で、高度な政治判断と、まあ、言うわけですけども、その高度な政治判断でこれを押し切る、たとえ何と言われようとそれを押し切ると、政治判断でやるんだと、まあ、これは違憲訴訟で司法に持っていかれるかもしれませんけれども、総理大臣がこれは高度な政治判断なんだということで突ければ、私はこれは扉は開けるのではないかというふうにも感じております。ただなかなかこれは法理的には難しい部分もあるのではないかというように感じております。さらにですね、
今この旧宮家の方々のことについて申し上げておりますが、政府は実際にこの旧宮家の方々がどのようにどこに何に存在しているのかということをちゃんと把握をしているのかどうかというこの問題でございます。まあよく女系派の方々がですね、旧宮家の関係男子そんな人どこにいるんですかと、ネッシーのような話をするなということを言う人がいますけれども、それが本当にいるのかどうかというところ、政府が確認をしているのかどうか、こういうですね国会のやり取りがかつてございました。2019年3月の20日参議院財政金融委員会、国民、これはね皆さんのお手元の資料の1ページ目でございます。真ん中あたりですね、国民民主党の大塚耕平議員が宮内庁へ質問をしたということを記しておりますが、大塚耕平議員はこのように聞きました。重子内親王と東国の宮森弘様の系譜に男子が随分いらっしゃるということは認識として正しいでしょうかと問うたのに対し、宮内庁の野村義文審議官は承知しておりませんと答えたわけなんですね。まあそんなはずないですよ、当然承知は宮内庁はしているはずなんですが、承知しているとはなかなか言えない事情があろうかと思います。そして大塚耕平議員がそれに対して、それでは調べて一度回答してください、私の存じ上げている限りでも内親王と東国の宮様の系譜に3代にわたって男子が今もご健在であると、かなりの人数であると理解しておりますということで、まあ、このやり取りがあったわけなんですね。その後私の知る限りでは政府がですねきっちりとこの回答をしたと、国会の議事録に何人ですと、どこそこの誰の何人ですということをちゃんと政府が回答したということについては私の情報では聞き及んでおりません。今までのところね、まずこのことをはっきりしてもいいんじゃないでしょうか。で、実際にですねその下の資料にもございますが、東国家にですね、一番下のところ、信彦氏の兄弟3名そのお子様たち5名ということで交換指摘をされているわけなんです。まあ、もしこの旧宮家の皇籍復帰ということをするならば、東国家から迎え入れるということが、まあ、一つのですね大きな、まあ、基準になってくるのではないかなというふうにも思います。まずこのことを政府はしっかりと明らかにしていくべきだろうというように思います。機は熟していると思います。こういうことをですね国民に知らしめるというその時期は今まさに来ていると思いますから、決してそれを承知しておりませんというような答弁ではなくて、はっきりとしたその答弁を私はするべきであるし、そしてそれを政治家が引き出していく努力をしなければならないと思います。で、まあ残念なのはね、これ国民民主党のですね議員がこういう質問をしているという点なんですよ。なんで自民党がこれをやってくれないんだと、もう少しこの自民党の皆さんにもこういうことはやっていただきたいということで、私はお願いをしたいわけであります。そしてこの憲法と女系との関係も、これも非常に重要な問題だと思います。この一連の有識者会議の中で男系派のその有識者の中から、女系は憲法違反であるという発言があったんです。で、その発言があったすぐその後に当時の加藤勝信官房長官は、憲法は女系を認めているという発言をいたしました。皆さんこれはご記憶されておられるでしょうか。資料のですね2ページ目になります。もう私は本当これ聞いた時にですねひっくり返りましたね。何を官房長官が
こんなことを言っているんだと。2ページ目の一番下のところ、2021年6月の2日ですね、憲法が女系天皇を認めている。さらにですね、この自身の発言について後日記者から問われたところ、本当にそうなんですかと、どういう背景からそういう主張を、発言をなさったのですかというふうに記者からさらに問い詰められたところ、官房長官は当時こう答えたわけです。従前の政府見解に沿ったものであると、なるほどと。じゃあ従前の見解って、政府見解ってどんな見解ですかと。それはですね、皇位を世襲とする限り憲法を改正しなくても皇室典範を改正することにより、女系または女性の皇族が皇位を継承することを可能にする制度、改めることができるというようにですね、まあ、内閣法制局がこの答弁の中で答えているんですが、一体ですね、このどこがどう読んで憲法が女系天皇を認めているというような、憲法がこれを積極承認しているように取れるんでしょうか。私の読解力では、これは憲法が積極的に女系を認めていると積極論に聞こえます。どこにもそんなことはこの政府答弁の中でもありません。まあ、この官房長官の発言はこの憲法違反の疑いがあり、女系は許されないという、こういうことに対する、まあ、一種の反論として、カウンターバックとしてなされたものなんですが、まあ、ただですね、これは官房長官の論理には飛躍が大いにあろうかと思います。で、一方で大事なことは、じゃあ男系の有識者が言うところの女系天皇は憲法違反であるというこの見解、これはどうなんだと。残念ながら私はこれは間違っていると思います。憲法のどこをどう読んでも女系を認めないというようなことはそれは書いておりません。皇室典範の中にですね、皇統を男系男子と世襲とするということが書かれたのみであって、憲法にそのことは残念ながら書かれていないわけであります。確かに、まあ、男系派の憲法学者はですね、憲法が成立をしたことの背景からいろいろその文脈を説明をしてはおりますが、しかし法律っていうのは法文主義なんです。その法文の中に書かれてあることだけによって物事が認定決定をされていくんです。だからどうそういう前後の文脈があったとしてもですね、条件を、まあ、その憲法違反とするという、まあ私たちにとってはありがたいことなんだけども、ありがたい話なんだけれども、残念ながらこれは世間には通らないというふうに申し上げるしかないというように思います。むしろそういう拡大解釈を男系派がしてみせると、こういうツッコミをされるんだということなんです。やっぱりですね、私たちは法律に基づいて、きちっとした事実に基づいて、証拠に基づいて言えることだけを客観的に言っていくという、このことがやっぱり必要だと思うんですよね。何か自分の願望と解釈でこういう話をしていってしまうと、女系派に突っ込まれちゃうんです。いつも女系派は手ぐすねを引いて待ってるんです、私たちが墓穴を掘るのを。その彼らにもですね、そういう墓穴を掘らせないようにするためにもですね、やはり法の解釈ということは厳密に私はしていかなければならないのかなということは思います。まあ、いずれにしてもですね、だからといってこの加藤当時官房長官のですね、この憲法は女系を認めているなんていうのは、これは全くの不当です。そんな事実もありません。女系は憲法違反という事実もなければ、女系は憲法が女系天皇を認めている、そんな事実もございません。ただ言えることは、認められるとか容認されるとかそういう表現ではなくてですね、憲法上問題がないというだけのことなんです。だから
彼は皆さん最初私が申し上げるように女系に変えられてしまうんですよ。政権が変われば、あるいは女系容認のですね首相に交代をすれば一気に女系に持っていかれちゃうんですよ。マスコミがこれ先導しますよ必ず。いや愛子天皇でいいじゃないと、愛子天皇様のお子様だったらこれは優秀なお子様だから絶対その方がいいよねということで必ずマスコミがこれ必死になってやりますよ。でそれにですね何も知らない国民が驚されるという構図になるんです。これ必ずできるんです。憲法違反なことないんです。十分これは皇室典範の書き換えだけでそれがやられてしまうということに対するですねこの危機感をですね私はまず共有をしていただきたいこう考えております。さらにですね女性宮家の問題でございます。これもなかなか頭の痛い問題ですね。有識者会議で女系宮家の創設を目指すということが答申書に発表されております。もう一度お手元の資料の一番トップのところをご覧ください。政府有識者会議の報告書1のところ、これが、まあ、女性宮家を創設をするということを、まあ、報告をしている一文でございます。内親王女王が婚姻後も皇族の身分を保持する、女性宮家を作る、絶対反対。私は、こんなことを本来させてはならないと私は思います。ただですね、まあ、この有識者会議というのが減少する皇族数にいかに対応するのかという名目のもと開かれた会議ということを考え合わせれば、こういう女性宮家を創設することでしか皇族数の確保をすることができないという、そういう、まあ、苦しい事情等あろうかと思います。まあ、それを考慮すれば何でもかんでも頭ごなしに反対と言えない部分もあるんだけれども、私はこれ基本的に危ないと思います。女性宮家というところから女系天皇、女系の皇位継承者が生まれてくるというそういう危険性がここからあるからです。だから私はこれについては慎重にならざるを得ないと思うんですね。でですね、まあ、附帯文にもですね、まあ、面白いことというか、まあ、こういうことが書かれたんです。女性皇族の配偶者や子は皇族の身分を保持しないとこうあるわけです。ですから結婚、内親王と結婚をなさったその一般人男性は皇族とはなりませんよと、もちろんそのお子様にも皇位継承資格等は実際ありませんよと、まあ、これは一見そらその通りだと、そうしないと大変なことになると、一般人のですね田中さんや山本さんがいきなりですねその皇族の女性と結婚したからと言ってね、その山本さんや田中さんが皇族になってもらってはですね、これは大変なことになりますよ。だからそれはしないと、皇族としての身分を持たせないとこう正しいわけに書かれた、まあ、それは OK でしょう。でもね、でもここで私はこう思うんです。実際にこの結婚したお二方が一つ屋根の下でお暮らしになられるわけでしょう。同じ釜のご飯をお食べになられるわけですよね、内親王殿下とその一般人男性が。で、私は3分の1ほどご飯を食べましたと、あなたは3分の2ほどご飯を食べましたと、この時に予算をどう割り振っていくんですか。そもそも皇族はご飯を食べるにしても服を着るにしてもどこかの交通費で移動するにしても、これは皇族費という形で予算当てをさせられてるんです。で、この皇族に当てられる予算を一般人の男性が使うということはできません。費やすということはこれできません。当然そうするとご飯を、同じご飯を3分の1食べた、あなたは3分の2食べた、そこで3分の2という形で割り勘を毎回していくんですか。そんなことが本当にこれできるんですか。住居にしてもそうです。
内親王殿下は皇族でいらっしゃる、皇族のままとどまるわけですから、これはいわゆるその皇族妃という形で住居は支給をされるんです。で、その結婚されたお相手の一般人男性はその住居にお暮らしになられるんでしょうか。そうすると家賃を払わなければならないということになってまいります。一般人は先ほどから言うように皇族妃を秘書するということはできないからであります。同じ一つの屋根の下に暮らしててそんなことがどうやってこれできるんですか。ましてですね、その内親王殿下と結婚をされる一般人男性が政治家であったらこれどうなるんですか。皇室の政治的中立性が毀損されることになりませんか。例えば自民党関連のね、そういう方と内親王殿下が結婚されたり、自民党に票が集まりませんか。そうすると皇室の中立性はこれを損なわれてしまうじゃありませんか。政治関係だけじゃありませんよ。一般の企業の勤め人であったとしてもその企業の株がね急に上がったとか下がったとかいう影響を受けるじゃないですか。それほど大きなインパクトがやはり私はあるというふうに思うんです。だからこの女性宮家ということを実際に生活としてやっていかれるということは口で言うほど簡単じゃないんですよ。具体的にその内親王殿下とお相手の方の身になって考えてみてくださいよ。これどうやってそんな女性宮家なんていうことがね今まで日本の国家の歴史上そんなこと一度もなかった。そんなことをできるのかどうかということを机上の空論じゃなくて実際の生活レベルということで考えていただきたいと。まあそれを考えるならば私はこの女性宮家ということは創設をするべきではない、こう思います。人道的な理由からもこういうものを創設するべきではない、そう思います。でですね、この女性宮家が創設をされるということのこの答申の文言なんですけどもね、最終的には内親王女王が婚姻後も皇族の身分を保持するという文言になっているんです。で、最初はですね、最初これ春の答申書の中間報告の段階ではですね、皇族の身分を保持することができるって書いてあったんですよ。全然ニュアンスが違うんです。これ保持すると、保持することとすると書いてあることと保持することができるっていうのはこれ全然ニュアンスが違うんです。どう違うんですか。保持することができるというのは保持をしてもいいですと、保持をしなくてもいいですと、皇室に留まっても構いません、出て行っても構いません、どちらでも結構ですという意味なんです。で、保持することとするという場合は原則とどまらなきゃいけないんです。なんでこういうですね霞が関論文作文というようなことをねするかと、皆さん理由はお分かりになられますか。これはですね、女性宮家の方々は今までは結婚をしたら晴れて皇籍から離脱できる、そのことを一つの人生の目標として暮らしてこられているわけなんです。はっきり言って皇族として暮らしていくということは大変なことなんです。プライバシーも何もあったもんじゃないわけですよ。追いかけ回されてね、批判もされる、そんなこともあるでしょう。だから自分も早く皇籍から離脱をしたい、一般人になりたい、そう思うのが普通の人間の心境じゃないでしょうか。皇族の方だって人間ですから、私たちと同じね。だから結婚して、いやーよかった、いやー皇籍から離れられるわ、幕内親王殿下もそういう思いを持ってですねニューヨークに旅立たれたんではないでしょうか。はあ、これで肩の荷が下りたと思われたと思います。それほど大変なんです、皇族であるということは。で、こういう保持することとするという強制的な文言に変えることによって
女性宮家の創設を無理やりでもしようというこの意図が私はそこには表されていると思います。なぜならばこの有識者会議の文章の付帯文の中にはこういう一文もある。女性宮家が今までいわゆるその皇族の一員として過ごされてきたその人生の重みについても考慮する必要がある、こう書かれてあるんです。つまりそれは結婚すれば晴れて一般人になれるというそれを規制することになるんだということがその一部に込められているんです。そうでも しない限りは女性宮家ということでとどまってくれないだろうというそういう見込みが私は一方であるのではないかと思います。何かですね皇族でいるということが特権階級でねいやきらびやかで贅沢できていやいいねっていうようなねことを言う人いるんですけどもそれ全然違いますよ。皇族の方々は実に質素に暮らしておられます。日々大変なご公務に耐えておられます。そこにあるのは使命感のみだと思います。その使命感ということを考えればなかなかその多くの方がですね皇族にとどまろうとされないというそういったことを考慮した上で保持することとするというこういう、まあ、神妙な言い回しになっているわけです。保持しなければならないというとあまりにも強制力が強すぎるので、ね、保持することとするとこういう言い方にとどめたわけでございます。さてですねここで私は皆さんに問いたいことがあります。この女性宮家ということについて今後ですね今後仮にですよ仮に愛子内親王殿下がもしこの旧宮家の皇統の男子に属する方とご結婚を遊ばされるということになればその時皆さんはこれどういうふうな反応をされるでしょうか。私たちはこの多くの人が、まあ、受験の方がおられるかもしれないけれども男系ということで、まあ、多くの方がここに座っておられると思うんです。だから愛子内親王殿下が一般人と結婚してその一般人の子供を天皇にするというのは反対ですね。当然男系の方は私もそうであります。じゃあ愛子内親王殿下が皇統に属する男系男子とご結婚を遊ばされてそのお子様は皇位継承資格を持つのか持たないのかということの議論になった時に皆さんこれどうお考えになられますでしょうか。男系の皇統つながるじゃないですか。つながりますよね。まあ、愛子様を起点に考えるのではなくて愛子様がご結婚をなさる男系男子の方を起点にすればつながっていくわけです。男系が14世紀までつながっていくわけです。もしそんなことが起こった場合には私は全然起こり得ないことじゃないと思いますよ。あり得ると思いますよ。愛子内親王殿下のですねあのご性格を考えれば自分もそういう皇統をつなぐということの一役を担いたいというそういうお気持ちを持っておられても不思議ではないではありませんか。そして殿下がいいですよと私は別に好きな人と結婚しようというつもりはありませんと国民の皆さんのために国家のために自分はこの男系大臣と結婚しましょうという話になったらこれどうなりますか。またこれはなかなか大変だと思うんですよ。皇位継承順位変えますか。その時に今悠仁親王殿下がこれ皇位継承順番におられます。私は個人的には変えるべきではないと思います。これを変えるようなことをしたらですねとんでもないことになる。それこそ早慶の敏乱という事態になってですね南北朝時代みたいに皇位の継承争いみたいになっちゃうから私は変えるべきではないと思います。でもねべきではないべきではないって言ったところでですね向こうは仕掛けてくるんですよ。必ず仕掛けてくるんです。いやそれだったら男系派の皆さんもね納得いくだろうと男系派のこの血統がつながるじゃないかと何を文句言ってんだとあんたたちはと秋篠宮家からこのいわゆる天皇の本筋に
直径に地筋を写すと、行為を写すと、これもあり得るじゃないかと言われたときに、私たちは何と反論すればいいんでしょうか。こういうこともですね、一つ考えておかなければならないと思います。私はですね、これは私自身の推測ですけれども、そういうことが内々に政府の中で共有をされているということはないだろうかという推測すらいたします。ひょっとすると愛子内親王殿下がそういう男系の方とご結婚を捧げというご意向もあるかもしれないなということも、私は想定しておかなければならないとは思うんですが、ただしですね、一つ問題がありましてね、今この政府の有識者会議の文言、お手元の資料ございますけども、2番のところのね、文言をよく見てみますと、皇族に認められていない養子縁組を可能とし書いたんです。これね、何を意味しているかということをよく考えなきゃいけない。天皇および皇族に認められていない養子縁組云々とは書いてないんですよ。皇族には認められていないとしか書いてないんです。天皇陛下は皇族の中には含まれません。法的に天皇陛下は皇族とは違います。つまり愛子さまが今いらっしゃって、これを天皇家というふうに例えるならば、天皇家という言い方っていうのはね、これ本来すべきじゃないんです。なぜすべきじゃないかということは後でまた申し上げますけども、天皇家というのが、そういう仮にあったときに、天皇家は養子を取ることができるんですか。できないんですね、この文章のままだったら。あくまで皇族に認められていない養子の縁組ですから、天皇および皇族という書き方をしなければ、天皇家が養子を迎えるということはできません、今の天皇陛下がね。それを法文化の段階でどう考えていくのかという問題もあるでしょう。ただ私は有識者会議はそのことも想定をして、あえて天皇をこの中に入れなかったのではないかと。なぜならばですね、今のようなその愛子天皇、愛子内親王殿下と、そしてその旧皇族男系男子がね、ご結婚するというような、そういうことなども考えてのことでしょう。いろいろな、そこには思惑があろうかというように思います。さあ、それではそもそも論のお話をいたします。じゃあなぜですね、男系を守らなければならないのと。そもそも皆さんですね、ご家族とかご友人とかに、この連合会に所属をしておられる方なども中心にですね、なぜこれが必要なのかということについてどう説明をいつもされておられますか。皆さんの知人友人たちに、多くの方がね、いやそれは伝統だから、そういう論調というか方向性で説明をされていると思うんですよ。私はですね、これは全く説得力がないと思います。私は伝統だと思いますよ、確かに伝統だと思うけれども、しかし一般人にとってそれは説得力がないと思います。あ、そうですか、伝統ですかと。伝統は更新していくもんでしょうと、時代に応じて新たに変えていくべきものでしょう。そう言われたらこれ何て答えますか。大体伝統かどうかなんていうのはあなたの価値判断じゃないですかとか、こういう言い方を女系派はいつもですね、突っ込んでしてくるわけなんです。弱いと思います、この伝統という言い方では。なかなか私は伝わらないと思うんですね。で、基本的にこれは血統なんです。血統、血統でありお家を継ぐことの論理とも全く違うんです。で、私はね、いつもこういうふうに答えます。まず血統という言葉も使いません。なんでかというと、血統なんて言うとまた物々しいことを言うてきたなと。それは何の話だと。犬でもそういう血統書とかなんとかっていうニュアンスがありますよね。そういう何か高貴な人たちだけをこう囲い込んでいくような、庶民とそういう高貴な人をこう峻別するような差別主義者の言葉のようにね、
聞こえちゃうんですよね。なかなかこの血統という言葉が私もこうはばかられるところがあって使いにくいというようなことがあるんですね。でまず私はですね、分かりやすく、まあ、拙いながらにこういう話をするんです。団結、なぜそれが重要なんですか。それはですね、皆さん全ての人々にお母さんとお父さんとこの二人の親がいます。皆さんそれぞれにおじいさんとおばあさんは4人います。ひいじいさんひいばあさんは8人います。ひい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 じいさんばあさんは16人、32人、そして64人、128名、倍倍倍倍と増えていきます。全ての人に、男女合わせてお父さんとお母さんにそれだけの人たちがいるわけなんです。たった100年200年遡るだけで、その先祖の数は膨大な数になります。で、私は宇山という名前なんですね。で、この私の宇山という名前は、先祖を遡っていきますと、男系の先祖を遡っていくと、15世紀の尼子の家臣であった宇山氏に行き着くというのが、これ男系の家系図で残っているんです。それは今申し上げる男系ということで、父そしてじいさん、ひいひいじいさん、男で遡っていって、これは宇山という名字が永遠に続くんです。その一本でつながってるんです。そして今私はここに立ってるんです。皆さんの名字だってそうです。山本さん、田中さん、そのおじいさん、ひいじいさん、どこまでたどっても山本さん、田中さんは変わらないんです。あの養子でない限りはね、養子縁組してない限りはこれは変わらないんです。ところがね、母方の名字というのは、これはもう分かりません。私の母は中野と言うんです。で、私母に聞いたんです。じゃ あその私のおばあさん、母の母ですね、旧姓は何て言うの。坂田というそうです。で、じゃあその母の母の母、私にとってのひいおばあさんの旧姓は何て言うの。これは分からないんです。皆さん全員分からないんじゃないでしょうか。ひいばあさんの旧姓が分かるというような人ってのは、これよほどの何か由緒のある家系の方でない限りはね、これは分からないんですよ。でも男系で遡っていった時には、これは皆さん分かるわけなんです。山本さん、田中さん、何世紀遡っても山本さん、田中さんなんです。まあ確かにですね、この名字っていうのは明治時代以降一般人に与えられたというようなことを、もろもろの条件ありますけれどもね、基本男系で遡っていくというのはそういうことなんです。辿っていけるんです。しかしそこに母方の血というものを加えてしまうと、今言うように先祖が膨大な数になるんです。もう旧姓をたどることもできないくらい膨大な数になる。倍倍倍倍とじいさん、ひいじいさん、ひいばあさんとそれを進めていくと数になってきます。何千人という先祖になってしまうんです、すべての人が。その何千人という先祖の中に皇室とゆかりのある方がおられても何ら不思議ではないわけなんです。私だってそうですよ。その何千人というその女系も含めた子孫の中にどこか皇族の関係の方がおられたら、私も皇族の血を引いてることになるんです。じゃあ私は皇族なのかと、皇位継承資格を持ってるのかと、そんなわけないですよね。でも女系を認めるということはそういうことが可能になるということなんですよ。だからそこでルールを決めましょうと。男系という一本の線だけで遡っていった時に、それが神武天皇にぶつかる、その血統の方だけを皇族として認めましょうと。これが日本の国体の原理ではないでしょうか。だからこの血統という言葉はね、実はね、英語で言い換えた方が分かりやすいんです。ブラッドラインですね。血のつながり、血の線、それは一本なんです。そこに日本線、三本線、女系の線を加えていったら、それはもう血統じゃないんです。ラインじゃないんです。面なんですね。それは
あくまでブラッドラインという一本の線で、それ男だけで辿っていこうというルールなんです。これを言うとですね、実は多くの皆さんがね、なるほどそういうことって、今までその女系がどうこうって言ってた人なんかも、それだったらまあいいんじゃないということでですね、納得するっていう方が多いんですよ。だってそうでなければですね、みんな全員が天皇陛下の一族になる可能性があるわけなんですよ、その膨大な親族の中で。だからこの女系というのは認められないんだと、ブラッドラインというこの概念が分かると、ひとたび分かると、なるほどと分かってくれるんです。全然男女差別とかそういう話じゃないんです。でこれがね、仮にね、女系で一本の線をたどるということであったっていいんですよ、世の中には、この世界には女系でこの王位とかの継承をしていくという、そういう国家や部族もあるわけなんです、歴史上。女でずっと女でたどっていくか、男でずっとたどっていくかしかないんです、血統というのは。都合よくそこにですね、この時には女でたどりますよ、この時はこっちは男でたどりますよ、この時は女で、そんなは血統って言わないんです、ブラッドラインじゃないんです。それは女なら女でずっとたどる、男なら男でずっとたどる、そうでなければ血統とは言わないんですね。血統というのはおのずと限定性のあるものの言い方なんです。まずこのことをですね、私はご説明を申し上げるんですね。で日本の場合はたまたまそれが男のつながりだったから男系の継承というふうになっているだけなんです。でこの血統という原理から言えば、家を継ぐこととは本質的に異なるわけなんです。家はね、ブラッドラインでつかなくたっていいんです。皆さんもこの養子に行かれたっていう家庭のあるいはそういう親戚にそういう方がおられるかもしれませんけども、その家を継ぐということについてね、男系で行こうが女系で行こうが自由にやってくださいということなんです。別に血統の原理なんかそこに必要ないわけです、で今ですね、女系積極論というものが、女系派の人たちから盛んに言われているんですよ。このイギリスのエリザベス女王が崩御をなさいまして、そしてチャールズ3世新国王が即位されましたね。この新国王は女系王という形になります。女系王だから当然王朝の名前が本来変わらなければならないんです。私たちの考え方から言うと、ウィンザー朝というのはもうここで途絶えて、そして新たにですね、マウントバッテン朝が始まったというふうなことでなければ、私たちのこの男系という考え方から言うと、血統の考え方から言うとおかしいんですね。ところが現実にはそうなってないんです。今ですね、このイギリス王朝はハノーバーの名前をそのまま使うということをほぼほぼ決定をしております。まだ正式にね、それは言ってないんですが、なぜなのか、それはチャールズ3世新国王がエリザベス2世女王陛下のお子様であるというこの事実が変わらないので、ハノーバー朝の名前をそのまま継承しても構わないと。お父様でいらっしゃったエジンバラ公フィリップ殿下のマウントバッテン、この名前を使わないと。あるいは両者の折衷案でハノーハーマウンテンバッテン朝という案もあるということは言われているわけなんです。いずれにしてもハノーハーの名前はこれは捨てないぞと、使い続けるぞということはイギリスは言っているんです。でね、そこでなんですよ、そこで女系派が喜んじゃってね、これ見ろと、高森明憲先生あたりがですね、ほらこの男系の連中の男系カルトどもこれ見たかと、よく男系カルトはこの女系によってね王朝が変わる変わると言うけれども、変わってないじゃないかと。
イギリスを見てみろと、ハノバー城ということで継承されたじゃないかと。まあ私たちはですね、よくこういう例を持ち出すわけです。愛子内親王殿下と田中さんと一般人男性が結婚して、そのお子様が天皇陛下に即位をすれば新たに田中王朝ができるでしょうと。もう今までのこの皇室とは関係のない王朝のノットになるんだと、皇室のノットになるんだという例を私たちはよく使うんですね、うん、で実はこの例の使い方っていうのがそもそももう間違ってるんです。こういうことを言うから高森先生の人たちから、女系派の人たちから突っ込まれるんです。その理屈はどうなったと。イギリスを見てみろと、女系王が即位しても王朝名変わらないじゃないかと、乗っ取られてないじゃないかと、どうやって説明するんだと。イギリスだけじゃありませんよ。オランダだってそうです。オラニエ・ナッサウ家です。これは世界史の教科書にも出てくる由緒正しきですね、まあ、オレンジ公ウィリアムとイギリスで呼ばれた16世紀以来の王家ですね。で今のウィリアム・アレクサンダー国王はですね、これ完全に女系王です。その前の3代の王が女王でいらっしゃったからです。完全に女系王で、オラニエ・ナッサウ朝って名前変わりましたか？変わってないんですよ。そのまま使い続けられているんです。でデンマーク、この前のエリザベス女王の国葬でもマルグレーテ2世女王陛下が ご参列をされておられました。このお子様が王位を継がれると女系王になるわけなんです。本来ならばデュクス号王朝からモンペザ朝という男系の王朝に名前が変わらなければならないんですが、デンマークははっきり言ってます。デュクス号王朝を変えませんと。たとえ女系王ができてもデュクス号王朝のままでいきますよと。それ見ろと。高森先生がもう喜んじゃってるんです。私たちそこに対してどう反論しますか？これは彼は全部分かったんです。高森先生は全部ご理解をされておられて、わざと混同してものを言ってるんです。それが血統の原理と家を継いでいくということの血統の原理をあえて彼は混同してものを言ってるんです。お家を継ぐのはですね、女系ですごうが男系ですごうがそれは自由にやってくれたらいいわけですよ。今みたいにですね、マウントバーテンというふうに名前を名乗らずハノーバーという家を継ぐんだ、それは家を継ぐという感覚では OK なんですよ。だってヨーロッパの王家っていうのは家族の相続ですから、血統じゃないんです。しかし日本の天皇はこれ血統なんです、家じゃないんです。血統というブラッドラインである限りにおいて、その唯一の正当性が天皇陛下にはあるんです。でそこを崩されてしまうと、もう天皇陛下としての存在理由がなくなっちゃうんですよ。日本の場合は血統継承でやってるから、それをごっちゃにしてですね、まあ女系派がね喜んじゃってるわけなんですね。それとですね、もう一つこの男系を継承していかなければならないというこの理由のね、特にこの左翼の人たちに対してぜひこういう言い方を皆さんもしていただいたらどうかということでご提案を申し上げるんですけどもね、実はこの男系継承の方法こそが最も人権の理屈にかなった皇室の方々の皆様に優しい制度なんです。私この人権という言葉あんまり好きじゃないんですけど、左翼が使う言葉でね、だけど左翼用にあえて使うんですこの言葉。そもそも今ですね、悠仁親王殿下がいらっしゃって、この殿下に新たに嫁がれるであろう将来の皇后になられる方っていうのはものすごいプレッシャーですよ。とんでもないプレッシャーがかかりますよ。だって高等の2600年の歴史がこれかかってるわけでしょ。悠仁殿下にお子様が生まれなかったらもうそれで皇統断絶という話になって記載するわけなんです、まあ、私たちはそうさせてはならないということで清宮家を言うわけなんですけどね、すごいプレッシャーがあることは間違いないですよ。
で、そのプレッシャーから解放をして差し上げる唯一の方法が、私はこの男系ということの知恵の中にあると思うんです。宮家が複数できるわけでしょ、分家が複数できるわけですね。その分家の妃と合わせて皇后が出産を分担していけばいいんです。たとえ皇后に男系男子が生まれなくても、その他の宮家、その他の復活をした旧宮家にのお妃様に出産をしていただこう。これがまさにプレッシャーの分担になるんです。これこそまさに皇室に優しい人権に沿ったものの考え方じゃないでしょうか。で、一方で女系継承というのがプレッシャーの軽減になるという間違ったことを言う人いるんですよ。河野太郎氏なんかまさにそれを言うんですよ。全然違う。女系継承というこのものの考え方の中では、宮家なんて必要ないんです。分家いりませんから、直系の子孫だけでいけばいいわけでしょ。愛子殿下のお子様、今の天皇陛下に対して直系の愛子様、愛子様のお子様、そのお子様と直系でいくわけでしょ。女系というのは長子優先ですから。だから宮家いらないんです。宮家がいらないということは、ないということは出産のプレッシャーを軽減できないということです。生まれたお子様が男女どちらであっても構わないということにおいては、プレッシャーの軽減になるかもしれないよ。だけど本質的にお子様を産まなければならないというこのプレッシャー自体は変わらないんです。だから宮家を複数創設をして、みんなで複数の宮家の妃で出産の分担をしていこう。これこそまさに人権に沿ったものの考え方じゃないですか。なぜ左翼が反対するこれと。まあこういう言い方をすると、あ、そうだなと、なるほどと、あ、これは確かに皆さんにとっては優しい制度だなと、それはいいんじゃないというふうに理解してくれるんですよ。私はですね、今安心してですね、この男系の方々が大半ということで話をしておるんですけれども、まあ、こういう話をですね、企業研修の場ですることがよくあるんです。企業の皆様っていうのは別にその男系をにその固執をしているというわけじゃありません。その他ほとんどの人が女系容認という方々がたくさんいらっしゃいますよ。その人たちにも分かるように私は話をしなければならないんです。今皆さんほとんどの方、男系の方だから、こう私の話うーんと分かってくれるかもしれないけれども、一歩外出たらですよ、そうじゃないんですよ。もうとにかくあの女系でね、愛子さんの天皇にするなあなんてなことを無邪気に考えてる人たちがほとんどの中で、そういうところで話をせないかんわけです。そして分かってもらわなきゃいけない、その大変さっていうのが、まあ、どれだけのものかということで、いろいろ私の知恵を絞るんですね。そこで伝統なんていう表現をすると、もうそれ以上聞いてくれません、人の皆さんは。だから私はこういう人権ということを言ったりですね、そしてまたそのブラッドラインということの先祖のひいじいさんやひいばあさんの話を持ち込んだりですね、そういう話をしておるわけなんです。時間が押してきておりますので、ちょっと全てのことが言えなかったわけですが、私は最後にこのことを申し上げたいんですね。私は、まあ、教育者として、その端くれとして20年間歴史を教えてまいりました。しかし冒頭申し上げたように、この天皇の大切さ、皇統の大切さということを教育で全く教えようとしません。だから愛国心がなく育ってしまうんです。日本というこの国の特殊性ということを理解せずに育ってしまうんです。よくですね、まあ、海外に行くとこういう質問をされるんですね。日本というのはどういうこの国家形態ですかということを聞かれます。で、日本人はよくこう答えるんです。民主主義国ですと。民主主義国なんです、日本は。それは政治形態であります。日本の国家形態は帝国なんです。天皇陛下いらっしゃいますから。天皇陛下はエンペラーでいらっしゃいますから。
私たちの国家形態はあくまで帝国なんです。政治形態は民主主義でしょう。帝国なんです。だからこれをですね、GHQ が不当にですね、帝国の文字を憲法から外したんですね。それで日本国というような中途半端な言い方にさせられてますが、我々は本来日本帝国なんです。天皇陛下いらっしゃいますから。そして私たち日本人は天皇陛下と共に2000年間の歴史を歩んできたわけでございます。そのことの歴史は一切これからも揺るがないし、揺るがせてはならないし、必ずやこの女系派の目論みを阻止しなければならないというように思っております。今後も皆さんと一緒に力を合わせながらこの男系を守る、皇統を守るというこの大切さを国民みんなに訴えていこうじゃありませんか。時間がオーバーしてまいりましたので、まずは私からのお話をここで終わらせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。鎌倉から参りました森と申します。ありがとうございました。血統のお話されて非常に参考になったんですけど、今は死語になっている言葉なんでしょうか。皇室の種、皇統、天皇の血統という意味で皇印という言葉がありますけども、それを復活させて皇印を受け継ぐもの、それを引き継いで代々君だという、そういった流れだと一発で簡単に説明できるなとは思ってるんですけども、いかがでしょうか。私も皇印という言葉、非常にいい言葉だと思います。重みがあってですね、この男系皇統ということに即した言葉だと思います。ただ言葉が難しすぎますね。この印という漢字がパッと書けるという日本人がどれだけいるのかということを、ちょっと私も怪しいですね。印ってちゃんと書けるかどうかってね、これちょっと難しい、言葉がなかなか浸透しにくいかなという懸念はあるんですが、しかしそれが分かる人にとっては非常にこれは素晴らしい言葉だと思います。で、今この種ということをおっしゃいましたが、ちょっとこれが私はこの言い方に引っかかりますのは、そうじゃないという反論も終わりかと思うんですけれども、よく保守の方がですね、こういう例えをされるんです。男は種であると、そして女は畑であると。そして畑がいかに変わったとしても種さえ同じであれば、その作物はずっと同じ作物として育つんだという言い方で、高等をその種と畑に例えるという方がですね、その高院の種とその種の畑とは全然違うんですけど、ね、全然違うんだけど同じ種という言葉にちょっと引っかかりを覚えるということで、そのことを申し上げるんですけどね、私はねこれは言わない方がいいと思うんですよね。これを言った瞬間、やっぱり何ですか、その女性差別とか男性差別とか、あるいはそういう捉えられ方をされかねないわけです。このジェンダーの問題がとにかくうるさい、ポリコレの問題ですぐにやられます。例えばこういう種と何ですか、その畑の話をもし一般の普通の外部の企業研修会など講演会などすれば、もしすればすぐにマイク取り上げられますよ、間違いなく。もう先生やめてくださいと、それ以上も言わないでくださいと、それはもうジェンダーの問題として容認できませんという反応になるでしょうね。そういう意味でその、種というこの言い方がどこまで浸透するかどうかなという懸念もありますが、いい言葉ではありますよね。血統でいいんじゃないですか。そうですね、血統、ね、血統でいいと思います。私は血統ブラッドラインということでね、それは申し上げるわけです。ただ、それも血統もやっぱりその犬の血統書というそういうニュアンスがどうしてもあるんですよね。なんか高貴な人間と一般庶民を分け隔てるのか、お前は差別主義者かというような捉え方もされるというところで、気をつけて使わないといけないという難しさもね
あろうかと思います。はい、ありがとうございます。次に、じゃあその白と黒の島の方っていうのをすいません、後ろから行きました。長野から来ました長谷川と申します。今日はもう本当に素晴らしい話ありがとうございました。基本的に多分これから我々がやることっていうのは国民の側でも声を上げなきゃいけない。例えば、まあね、上山先生おっしゃったように一般の政治に興味のない方にも口頭の、ね、ことを言わないといけない。ネット、現実とはそれとは別に、あとは政治家とか例えば内閣法制局とかそういったところに対して意見とか陳情とかそういったこともしなきゃいけないんじゃないかなとは思ったんですけれども、ただ問題なのはいわゆる6割と言われている政治に興味のない方に対してどれぐらいハードルを下げて皆さんが訴えればいいのかっていうところの方法論を知りたいし、であとはその内閣とか政治家を動かすために陳情とか請願とかありますけど、そういうためにどういうふうな話の持っていき方をすればいいのか、その辺もちょっと知りたいなと思って質問させていただきました。なかなか一般国民有権者にこの問題が浸透しない、この重要性というのがね理解しにくいというところがあって、とかく世の中ではこの小室圭氏の問題等があり、まあ一般に言われているのは小室圭氏が嫌だという人が多いんですね、やっぱり世の中では、ね、それはいろんなものの考え方があるかと思うんですが、女系を認めるということは小室圭氏と眞子さまの間に生まれたお子様をそれが天皇陛下に将来なる可能性があることなんだというような、そういう言い方をする保守の方々もたくさんいらっしゃる。結構これも聞いてるんですね。あ、それは困るねと、それは大変なことだねということで、じゃあその女系ということについては慎重にならざるを得ないねっていうのは一つの仕掛けではあったのかなというふうに思います。あらゆるですね手段を尽くしてどんなその卑近な例からでもですね、私たち男系の行動の重要性ということをどう理解してもらえるかということに知恵を私たちがね今後も絞っていかなければならないし、それを訴える努力をやめてはならないし、そして政治家をどう動かしていくかという点についてはですね、これは本当に難しいんです。票にならないからね、これ票にならないことをいくら言ってもですね、これはなかなか動かないし、それ岸田総理もこんなことで、まあ女系派が多数ということでね、自分の票を失いたくないし、今度自分の選挙が自民党の選挙が不利になるというようなことも当然お考えになられるでしょう。だからこそやはり少しでも多くの人たちが国民が有権者の過半数がせめて男系4人という形にせめてそこまで持っていかなければ政治家の方々も動いてくれない、そういうふうに思います。あとはもう私たちが神々言ってもこいつはやかましいなと言われるぐらいですね、政治家の方々にお願いしますというこの陳情を続けていくしか方法がないと思います。総理官邸の投稿システムがありますか。それからあとは自分の選挙区の政治家に考えたらしても、ありますね、そういう活動すべきだと思います。次に後ろで行けば、豊かな山崎ですけども、フェミニストたちをね黙らすためにはね簡単な方法があって、日本で一番偉い方は誰ですかっていうと天皇じゃないんです。もちろんアマテラスです。最高神アマテラスは女性です。それをお祈りを捧げているのが神主である天皇なんです。二番目は天皇なんです。そのぐらい二番目ぐらい男にやらせてよ。そういえばね、愛子様がなんで天皇になりないって騒ぐような女の子もね、黙ります、どうですか。おっしゃる通りですね、非常に分かりやすいと思います。そのネタを使わせていただきます残り時間も少なくなってまいりましたので、残り1名の方、じゃあ村田さんですか。宇山先生、ありました。大変素晴らしいお話で、1から10万。それでですね、
先ほど大変な旧宮家復活って大変な苦労があるとハードル高いというお話がございまして、そのハードルを乗り越えてですね、仮に愛子内親王殿下と、具体的に言うと東国の宮家のですね、御曹司が結婚して新しい宮家を建てて、でこの方は皇位継承権を子供さんはね持つわけですよね。これめでたしめでたしで、恐るべき困難を乗り越えてそういうことができたと、これ喜ぶべきことなんですが、そのお坊ちゃまと久々親王殿下の男の子と、相手が平民の女性でね、これ当然、先ほど宇山先生のお考えでは皇位継承順位を変えるべきではないというふうにおっしゃいましたけども、これですね、宇山先生のお考えではなくて、皇室典範でも旧皇室典範でも日本の2600年の伝統でもそうなっているということではないんでしょうか。確認なんですが、いかがでしょう。おっしゃる通りです。今の法体系にすればこの皇位継承順位は変わりません。変わらないんですし、変われるべきではないんだけれども、しかしまた反対勢力は騒ぎ出して、いや愛子内親王殿下の家系にその血統に皇位を継がせようと、こういう勢力があるということを警戒しなければならないということを、申し上げるんですかね。そうするとね、そういう勢力があどこだ言わないように無理してですね養子縁組することもないんじゃないですか。そこはどうでしょう。私もそう思います。無理をして養子縁組をすべきではないと思います。もしそういうことをしてしまえば早計の敏乱が起きてしまうというように考えます。ただ、今そういう秋篠宮家等々の問題がありながら愛子天皇待望論、こういうことに宮内庁が迎合するようなことでもありさえすれば大変なことだろうなということは思いますね。私はそういうことはすべきではないし、そもそもそういう女性宮家というものを創設するということ自体が不要なことであるというふうには思います。ありがとうございます。全面的に賛成です。時間も押してまいりましたので、以上をもちまして質問の時間は終了とさせていただきます。先生ご多忙の中お時間を賜り本当にありがとうございました。ありがとうございました。改めて先生お願いいたします。